こんにちは、中までたっぷりちはやです。よっと、あぶねえ。コース ID 見せたいがために一回わざと死にました。こっちに行くんだな。こっちだね。で、え、上登れなかったと思ったら大丈夫でした。怖っ。うん、やってやるさ、開け、モナドよ。誰？知らない。これやばいのか？あれ？あれ？ P 出してもらって、あー、ここだ。ここだ。うん、で、タイムアップ。まさか。で、持って右に進んで、降りなきゃいけないんだ。よいしょ。で、この P 踏んで、スター取って、あと14秒。挟まれて死ぬ。どこだ？道が見えねえ。これ乗って、ああ、落ちちゃった。残り3秒。もうちょっと先の情報だけでも。落ち着いて乗って、乗って、乗って、これ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 乗って、届け、オッケー。これ入っていいのかな？あ、ゴールー、あったのにー。でも時間的にきつかったね。いやいや、なんか、これよりもっと難しいコースでいつも苦戦してるけど、どうしたんでしょう。こんなに一つのコースで苦戦したのは、いや、100人マリオチャレンジの難しいでね、なかなかない気がする。こんなに気減らされるか、ちょっと怖いな。肌に合わないステージだったからなのかね。なんかそうとも言えないような気がするけど。厄介なステージあることは確かだよね。よし、でもこれで大丈夫かな。やっとクリアできた。13分もかかった。何やってんだ俺は。完全にやらかしたね。これは失策。ステージ14もありましょう。簡単コース3、簡単すぎた。多分簡単じゃねえぞこれ。あ、上にゴールある。でもお、え、あ、ちげえ。よく見たらこっちに道ができてるぞ。ええ、落とされた。全然気づかなかった。あるんだ。OK。これどうする？でも。全然道が見えないんだけど。こっちかな？ OK。これ時間制限あったらやばいね。20秒とかでさ。結構きついぜ、これ。ステージ15。もう70機、30機も減らしてる。これはダメだ。え、何その矢印、マジ謎。怖っ。スター、パックンする。出てくるよねこれ。うっしゃ、危ねえ危ねえ。あ、入っちゃいけなかったんじゃない。あ、大丈夫だった。いけいけいけ、急げ急げ。大丈夫だ。え、唐突の三択。じゃあまあ一番右から行きましょう。全部外れ臭いね。ステージ15参りましょう。ステージ152回目です。ね、他のコース当たったんだけど、クリアできませんでした。で、確認したんですけど、やっぱあれだったんですよ。投稿者用隠しコースだったんですよね。
なんで、別の動画でクリアします。危ねえ、死んだと思った今。チョロプーの危険なドンガラトロッコ炭鉱、これ多分普通に楽しいコースだね。サムネとか多分めっちゃ綺麗なやつと予想。速攻食らったじゃあまずいんじゃね。よし、ここでビタミン B1 をしっかり確保して、あぶねえ死んだと思った今。落ち着いて食らって死にます。あ、ファイヤーしたか。やべえ、チョロプ出しちゃったな。あぶね、落ち着いてここ。あ、食らった、ミスった。まあいいでしょう、中間ゲット。これ結構ね、スピード勝負だと思うんだよね。あぶね、死んだと思ったぜ。入れません。一回落ち着いて待って、はい、で、この中身を確認して、よし、ここでビタミン B2 確保。これで勝ちゲーかな。速攻食らいます。知ってた。俺のことだから。これ間ね、入れますね。はい。いろんなとこに繋がってるの。ビタミン B2 確保。倒して。これは多分スピード勝負で行った方がいいんだろうな。そしたら食らうんだな。知ってたんだな。お、これ上ですね。上がっていきますよ。こっちですね。また中間。じゃあ正しいんだ、道は。これあれか。この状態でコクッパを倒せってことか。いくらでもファイヤーが出てきてくれるんだから、これは勝ちゲーでしょ。よいしょ。はい、お疲れ。で、ドア入って、さらに下に進んでいくの？行くよ、行くよ。あ、入れた。入っちゃってよかったのか？チョロプーが出てくる前にガンガン進んだ方が、このステージは、クリアには適してるよね。オッケー。いいねランキングだから、ちょっと死にたくないんでね、なるべく。吹っ飛ばしていっちゃったけど。もっとゆっくり見てほしいっていう方はね、これは自分で、コースをやった方がいいかと思います。さあ、ラストコース、70機か。今回も減らしてんな。80ぐらいで抑えたいですよね。やばいぞ。パピラスファイトディスベライフ。あー、なるほど。死ぬ。あー、せっかく耐えれてたのにもったいな。この赤キラーに追われながらも、このトゲの間をしっかりと抜けていきましょうっていうステージですね。にするとこんな感じになるけど、耐えれます。はい。耐えれちゃうんです。よいしょ。マグマ入ってもね、マリオ自体が浸からなければ、触れなければ大丈夫っていうね、この仕様ありがたいよね。ちょっと誤操作で、これ、天井に、トゲがあると一気に難しくなるんですよね。ぶつかって上に持っていかれてもう何もできなくて、マリオの頭がトゲに当たって死亡っていうのがよくあるスタイルなんですよ。あ、これは結構楽な方です。優しい投稿者が優しいと思います。よいしょ。優しさ、優しさに包まれてるね。優しさに包まれてるよ。魔女の宅急便だ。全コースクリアー。いいスタイルだ。本当にスタイルいいよな、ピーチ。ポン。はい、お疲れ様でした。やらしいこ、やらしいじゃない。難しかったコースは、この後出てくるやつ。テンペ、違うね。Welcome to RNG The Game はね、ロングゲーム？ロングザゲーム？ RNG って何の略だろう。あれで30機くらい取られちゃったんだよね。残念。お、マリオメーカー銀ゲットしました。途中でクリアできなかったステージがあるんで、それは別の動画で出します。多分18時の動画で、いつになるかちょっとわかんないですね。じゃあ今回はこれで終わりましょう。
チャンネル登録を忘れない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。超楽しい。アディオスアミーゴー。